バーツラフ・ピラッシュは、チェコ・フラデツ・クラーロベー州出身の元同国代表サッカー選手。SK シグマ・オロモーツ所属。ポジションは MF。2006年から、チェコの FC ・フラデツ・クラーロベーのユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年にトップチーム昇格した。2011年に FC ・ビクトリア・プルゼニにレンタル移籍した。2012年に、 VFL ボルフスブルクに完全移籍した。2013年に SC フライブルクにレンタル移籍。2014年6月、再び FC ビクトリアップルゼニにレンタル移籍することが発表された。チェコ代表として各年代で招集されており、2011年に A 代表デビューを果たした。11月11日、UEFA ユーロ2012予選プレイオフの モンテネグロ代表戦で初ゴールを記録した。バーツラフピーラー、スタタスティッキーリプレイセントンテ。フォトブル、CZ、2015年8月20日閲覧。UEFA.com。フライブルクが期限付きでピラージュを獲得。2013年6月13日閲覧。ビデオ、バーツラフピーラー、プリカジー,ドー,ブー、ドゥ、PLZN、六二ホーストンに S オプシー FC。 ビクトリアプルゼニ公式ウェブサイト2014年7月10日付。ありがとうございます。